今回まあご自分ではさまざまな課題を持ってあの取り組まれたと思いますけど、去年のリベンジというそうですよね。あのまあ2回目こういう世界の人が集まってきて、どんどん国も増えていって、はい、あのそういう意味からはどういうことをお感じになりました？いや、もっともっとどんどん増えていってほしいなと思います、はい。今回も個人で参加した国が結構ありましたので、その選手たちが国に帰って団体を組めるようになればもっと楽しいのかなと思いますね。やっぱり他の国の人とこう競えて楽しいですか？どうですか？楽しいですね。とっても楽しいです、はい。 そう、はい、それが、強い人だけじゃないんですよね、うん、必ず、30プラス40プラス50プラス60プラス70プラスで争うので、うん、そこが面白いところかなと思いますね。ドイツなんか見てると皆さんこうドイツの場合だとそうですね、体操がもう一般的に、なんていうんですか、はい、日本でいう草野球みたいな感じで、草体操みたいな感じ、仕事終わりにちょこっとジム寄って、ちょっとやってみようかっていう動きが、はい、そこら中にドイツではあるので、はいはい、そこがやっぱり社会人になってもできる一つの要因かなと思います、ね。そうですよね、なんか羨ましいですよね。とても羨ましいですね、うん、社会全体がその体操に対する理解が深いので、うん、はい、おじいちゃんおばあちゃんでも普通に平均台やります、うん、はい、ですよね、はい、でそういうことを考えると日本も単にそのメダルを取って体操国というのではなくて、そうですね、競技性を高める上で、うん、競技を突き詰めるのは大事なんですけども、そのまたバックグラウンドにその年を取っても体操を続けて競技だけじゃないんだっていうところを、もっと広めていきたいなと思いますね。そうですよね、はい、大体体操をやってらっしゃる方って大学を卒業するとお辞めになる方多いですよね。そうですね、辞めたりすごいもったいないと思うんですけれども、はい、心の内ではどこかやれる場所があれば時間があればやりたいと思ってるはずなんですよね、うん、なのでやめるっていうのはもったいないので、うん、体操を障害スポーツとしてできる環境を、自ら整えていってほしい、危ないことをしなければ、うん、全然、ね、50、60、70になっても続けられるスポーツなんだっていうのを実践してほしいですね、うん。日本でマスターズがあることはもちろん知ってたんですけど、はい、それぞれ各国、ドイツならドイツ、アメリカならアメリカ、イギリス、まあ、今回参加してたオーストラリアや、うん、ブラジルとか、はいはい、アイルランドとか、それぞれがマスターズっていうものがあって、うん、個別ではやってたものがこうやって輪になってワールドカップみたいな形で大きくなっていくところに入らせてもらって、それから金メダルももらえたので、いい体験をさせてもらいました。本当ですよね、この金メダルっていうのが私たちもおおと思ったんですけれど、はい、ご自分ではどんなところが良かったのかなと思いますか？そうですね、まずは多分今回初めて参加させてもらったんですけど、何よりもう一番誰よりも楽しもうと思ってたの で大会でやっぱり楽しむためには準備が一番大事だと思っているので、はい、そういった面では海外での試合なので状況が変わっても、はい、自分の演技ができるように練習はしてきたつもりだったので、うん、落ち着いて演技ができたのが良かったかなと思います、はい。でこのマスターズのワールドカップ の、はい、その参加者として、はいはい、自分が今まで体操をやってきた考え方とかいろんなこと、はいはい、なんか変化はありましたか？そうですね、競技をする、まあ、競技者として競技に参加してきたんですけど、もちろんこう用意された空間の中で自分が試合をして自分が準備してきたものを試合するっていう選手としての役割があるんですけども、うん、まあ、それ以上に今回もその選手として試合を出ながら、うん、アメリカのネイトだとかは運営の方もそう運営と両方やってましたよね、はい、まあ、そういった様子をこう目の当たりにして、まあ、今後自分が競技者あるいはマスターズとして続けていく中でも日本開催も予定されていると思うので、運営側の、手伝いだったりだとか、うん、あるいは普及ですね、日本それから海外にそういったことでもちょっと貢献していきたいなと思います。
がどうだったかは詳しくわからないんですけど、今回の第2回に関しては何人かの人は優勝したいって言って狙ってこう頑張ってられた方も聞いたことはよく分かりました。気持ち的にもよく伝わってきて、はい。でまあ一番になった広田君なんかはね、もうまさに地をねあれして頑張ってやってきたものをきちっと出せたという素晴らしいことだったと思いますけど、でもいずれ熟していけばもっとみんなが勝とうとする試合にはなっていくと思いますけどね。まだ、はい、楽しく旅行がてらっていうのが強いでしょうね。どこの国もそうだと思います。多分広田さんは北橋先生がこう一時教えてた時期があったんですよね。はい、小さい時ですね、スポーツクラブ最初に始めた頃、うちのニュース体操の体操教室に、最初はちっちゃい、みんなと一緒にやってて、で、上手だったんで、その競技コースの方に入って。マスターズならではですよね、昔教えたこと一緒のチームで戦えるっていうの。はい、嬉しかったです。教えたことのあるね、子と一緒に試合ができるなんていうのは、嬉しかったし、また試合の時も、一緒に写真撮ってくださいっつって、もう先生と話できるのが楽しみにしてましたって、まあ上手でしたね、すごい。このあとまた第3回とか第4回とか参加されるつもりはありますか？ああ、私はやるつもりでいますよ。体が動く限り好きだから体操でおかげさまで、まああと10年ぐらいは行くお金はなんとか持ってるしまだ退職金が残ってますからまあ お金はなんとか、自分の持ってるお金でなんとかなるし、人にも迷惑かけなければ、まあ家族もやった方がいいじゃないって言ってくれるし、はい、お父さん生き生きしてっていいよって言われます。